帯広市役所からのご案内です。まず、帯広市図書館協議会員募集についてのお知らせです。図書館の運営及び図書館奉仕について幅広く意見をいただくため、帯広市図書館協議会員を募集します。任期は令和2年5月1日から令和4年4月30日までの2年間で、募集は1名です。応募資格は応募時点で満20歳以上の帯広市民であること、帯広市の他の付属機関などの委員になっていないこと、年に3回2時間程度の会議に出席が可能であることの3点です。応募方法は、募集要項をご確認の上、履歴書と応募の動機、または図書館に対する考えなどを800字以内にまとめたレポートを郵送または持参で図書館へ。申し込みは4月5日日曜日までとなっています。詳しくは図書館のホームページをご覧いただくか、図書館電話 22-4700 へ問い合わせください。続いて、帯広市図書館土屋さんからのお話です。こんにちは、帯広市図書館です。3月3日といえばひな祭り、そして帯広市図書館が現在の場所へ移転して14年目を迎える記念日でもあります。図書館ではそんな春の一日を楽しく迎えるために2つのイベントを開催します。1つ目はお日様お話し会ひな祭りスペシャルです。普段のお話し会でもご活躍いただいております帯広図書館友の会お日様による紙芝居の読み聞かせやパネルシアターなどを行います。日時は3月1日日曜日午前11時から午前11時40分までで、場所は図書館1階多目的視聴覚室です。申し込みは不要で、入場は無料となっております。通常のお話し会は30分間ですが、今回は40分間と少し長めの豪華なお話し会です。2つ目は帯広市図書館移転14周年日本華道院十勝支部いけばな展です。日本華道院十勝支部によるいけばな展で、図書館1階エントランスと展示コーナーでご覧いただけます。開催日時は3月3日火曜日から3月5日木曜日の3日間で、最終日は午後5時までご覧いただけます。詳しくは帯広市や帯広市図書館のホームページ、帯広市フェイスブックなどでご確認いただくか、帯広市図書館電話 22-4700 まで問い合わせください。最後に、第27回市民ゴルゲート大会の参加者募集についてのお知らせです。冬季間の運動不足を解消するために、帯広市が考案したパークゴルフとゲートボールを組み合わせた屋内スポーツゴルゲートの大会を開催します。日時は3月14日土曜日午前9時から正午までです。会場は2月29日土曜日より供用開始する新総合体育館四つ葉アリーナ十勝のサブアリーナです。定員は先着100人で、参加費用は無料です。申し込みは3月10日火曜日午後5時までにスポーツ振興室へ直接または電話でお申し込みください。またゴルゲートの練習のため、四つ葉アリーナ十勝、十勝プラザ、帯広の森コミュニティセンターの開放も行っています。こちらは申し込み不要です。なお、開放日時は広報帯広1月号でご確認ください。詳しくはスポーツ振興室電話 65-4210 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。